ヤギマ自動車だ。タカシだよ。いや、部屋にギラティナ来てからずっとこれやな。 YouTube 舐めてる。いや、部屋にギラティナ来てからずっとさ、時空よね。浮かぶけど、伸ばしよう。うん、顎汚な。こいつ顎汚ね。顎汚いでね、うん、大学まで行きましたからすごいな、お前。今日なんすか。いつか、はい今から、はいはい、民意だけで生活してもらいます。民意、民意わかります。民意僕わかんないです、小卒なんで。あー、民意か。わかりますよ、僕中卒なんで。使ったのか。両方確率が。セミの鳴き声。ミーン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 。小卒の笑い方。そんなんいいんだよ、そんな。あ、ですか。ミーンですよ。もう人間のその民の意見。民の意見、ね。なるほど。はいはい、あるね。だから今からツイッターでアンケート取ります。そのアンケート結果に応じた行動を今から二人にやして。ちょっと待って。なんでせやあかん、そんな。例えば今めっちゃ腹減ってんねん。腹減ってめっちゃ減ってる。だからまあ飯食いに行くとか、うん、カラオケ行くとか、そういう行動をアンケート取るってことですか。そうですね。あー、なるほど。あ、ご褒美か。確かに。もうやろうや、俺マジで腹減ってんねん。一個罰ゲーム入れてます。何してやそれ、ボケが。それはい、一個だけ、うん、僕ら裏方が決めた、うん、罰ゲームを用意してます。まあ、でこれを、うん、ファンのみんなに投票してもらってやってもらう。ってことは操り人形ってことですか。そうっすね、マリオネットになってもらえます。マリオネット。マリオネット。お前ふざけんな。全然戦争じゃん。ほらツイッターでアンケートを募集するんです、ね、やりましょうか。ほんまにやりたいことを3つ言ったらいいんでしょ。うん、もうマジで俺はラーメンに行きたいです。ラーメン、ラーメン食いたいです。焼肉、焼肉昼からヘルビンガー寿司。いやもう最高は昼から寿司ヘルビンガー。あと1個が、だから裏方が決める。裏方が決めるやな。もう頼むで。いいっすか。うん、はい。皆さんやっぱね、体にちょっと気を使ってほしいんで。おう、はいはい。ヘルシー食で。こんなんもう俺けどな。言ったな、帰んなよ。これ一発目最高や。まあ確かにね、罰ゲームじゃ俺ら体勢強いから。うん、じゃあ行きましょうか。ツイートアン、行きましょう。テカピョー。めちゃくちゃ夢見てるよね。焼肉寿司はもうほぼ確定なんじゃないかなと。まあね、私は思う。もちろん俺たちは一切見てないです。うん、見てない。第4位からいきますね。4位、うん、そんな感じ。うん、第4位、うん、寿司。俺めっちゃ行きたかった。寿司、寿司 12% です。まあええわ、寿司はええわ。焼肉でもだと思ってる。焼肉が1位や。はい、行こう。俺のファンを信じてる。第3位、お前ふざけんな。お前ら何でてんだか。でも、うん、ラーメンは取ってるからね、賞味。うん、うん、再生も取れるしな。確かに。うん、第1位ラーメン。ラーメン。民意生活の始まり、まあ朝の10時ぐらいですかね。さあ、もう夕方やねん。もう6時とかやねん。スケジュール考え直そう。まあ、ちょっと待ってください。トリジンさん6時から開始なんですけれども、楽しみですね。並んでますね。え、定休日です。あ、トリジン定休日なんですか。嘘だろ。あ、すいません、この場合どうなの。これはでも民意通りに動くから開けてもらわないとあかん。天一行く。天一はね、あ、ここ食いたいんだけど、ランラン。え、そんなん行けんの。ちょ、見て、ここやねんけど、これさ、餃子って書いてるやんか。もうまあラーメンやんか、だから。あれ、 GoPro 割れてる。ちゃんとイケメンな顔映ってる。ここラーメン屋ですよね、ほぼ。見て、ラーメンないやん。ラーメンだけない。ここの中華屋、ラーメンだけない。天一行くか。天一行きます。いやー、これは楽しみですね。あれ、 GoPro 割れてる。
何回やんねん。じゃあ、あの中華屋ラーメンだけないってないやねん。珍しいっすね。いや、ほんまにめちゃくちゃうまそうやったけどな。いや、あれ食いたかったな、うん、めっちゃ、あれ GoPro バレてる。やめてやめてくれ。まあ今日はやりたいことあります。どうも、ダウンタウンの平日です。言い切りすぎやろ。なんかさ、うん、俺とたかしで歩いてるときにさ、うん、声かけられたときに、うん、だいたい聞く言葉やねんけど、はいはい、かっこいいって言われんねん。やっぱすごいっすね。俺じゃない。やっぱすげえっすね。かっこいいって。お前でもないから結構言われてるからね。言ってんやろな。うん、いや結局誰に向かって言ってるんだよな。誰に向かって言ってるんだろうな。なぜならおらんからな、かっこいいサンプルが。そうそうそう。あれ、GoPro割れてる。パチャーン。早食べよう、行くぞ。いただきません。で、そこ、その次、タイ君。ごめんなさい、いただきマダガスカル。マダガスカルからのジンバブイ。ごめんなさい、もう行きますね、うん、いただきマンダヒヒからのアメリカンバイソン。グッ。じゃあ、マジ食わして。あ、あかん、ずっと滑ってたからもうラーメン冷え切ってもらえる。すいません、死ぬ前の飯でこれ予約しときます。死ぬ前の飯で予約しときます。うん、仲いいやつ来たらもっとうまいやろ。仲いいやん。仲悪いってこと。飯まずなるて。次で場所にする。場所にしよう。癒し的な。オッケーオッケー。温泉行きたい。オッケー、温泉入れよう次。え、もう最高。もうやばいで、それだったら。でも普段頑張ってるかな。あんまり言うのもね、なんですけどね。朝日さん、お前自分で言うなよ。いや、お前のじゃないかよ。いつもありがとう。どこ向いてんねん。バッテン、バッテンセンター。カラオケ。おー、いいっすね、うん、カラオケで行こうか。さあ、あと一枠なんですか。これマジ頼むで。いいっすか。うん、まあ美味しいもん食いましたね。うん、楽しみたいっすね。楽しみたい、めっちゃ楽しみたい。全然行きますか。ユニバとかでも、はい、あそこ行きましょうよ。何、新スポで昆虫採取ですよ。ちょっと待って。めっちゃアホなディレクターおるって。怖いのめっちゃ嫌い。え、虫めっちゃ嫌いや。虫めっちゃ嫌い。ミックスじゃないですか。やんなよ、お前。え、いいの、お前言ってる。もうこんなん新スポで昆虫採取やんねって。見ます？もうパッて。パッて見るタイプ。パッて見るか。パッて見るか。行くで、行くで。いいですか。はい、行こう。行こう。何してんねん。あかん、もう無理や、やってられへん。入ります。いきます。3、2、1。もう、いや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 、マジか。負けんなあ、なんかおる。死ぬほど産まない。死ぬほど産まない。空気うまいな。やっぱ大自然に来ると心が現れますよね。飯欲しいな。空気おかずにしたいわ。慰安旅行ですかこれ。いやな、慰安旅行ですか。これ全然あるやん。全然あるよ。鳥居だ。あ、これ鳥居あります。ここは業務用スーパーで間違いないですか。間違ってます。おい、お前挨拶しない。え、しな。マハラジャ。
もう苦し紛れでボケすんなよ。じゃ失礼し、まだガスタル。キリンさんだよ。パー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 。ちょっと早いって。ちょっと早いって。師匠。師匠。師匠。いざなわれてるやん。話聞けや。ちょいちょい。はい、はい、何？そう、やめて。じゃあのふざけんなよ。うわっ、待って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 、ちょっと待って。お前ら、もう嫌や、もう嫌や、もう帰りたい、もう帰りたい。行かな、終わらんから。普通の神社やな。こっちは虫取らなあかんねん。カーテンフーヌーダンラルアコー。あ、ここか。ここから落ちました。ここは高いじゃん。これどうする、どっち行く。どっちとかちゃうやん。で、また怪我すんだ俺。一緒、一人行く。で、行ってきて、見て。失礼します。なるほど。ちょっと階段がちょっと見えへん。とりあえず虫はいないですね。虫コナーズでも置いてるんですかね。何もなかった。虫も何もなかったけど、ちょっと確認しておきてほしいな、高橋も。は？俺捻挫してんねんで、ここで。まあ俺はいけんねんけど、高橋が人間的に成長できんのかっていう思う。どう思う、みんな。じゃあミーで聞くなや、もう。どうも、みんな。まあそうっすね、もちろん。やっぱそうか。ミーやわ。うわぁ、これね、切っときます。タカシ大丈夫、大丈夫、タカシ。あかんて。大丈夫、大丈夫。あかんて。え、な、ほら、大丈夫やろ。たかし、置いてけ、ボリン作戦してるやつ許さねえ。たかし、置いてけ、ボリン作戦するやつ許さねえ。カーテンフーヌーダンラルアコー。なんでこういう感じ。どっち行く、どっちだけ。何やろ、たかし。鳥の数が尋常。かも嫌や。たかし、俺がおる。な。安心する、こいつ。建物か。足場がね。カーテンフーヌーダンラルアコー。こっから行ったことない。あ、お師匠さん、クイズ行くの。お前、キス行くなって。でもさ、ちょっと吐いたかん、そうやな。まあ、ここは吐いたかな。さあ、ということで、今回の総括なんですけれども、怖いことは、まあ、起こらなかった。カーテンフーヌーダンラルアコー。やばい、ここ。ちょ待って、なんで。もう。ちょ、ちょ。出てこない。あら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 。高橋。大丈夫。俺がおる。行こう。洗脳されそう。ちょっと人数確認しとこうか。一、うん、二。三。一人おらんか。一人おらんかってね。あれ。ちょっと待って、もう一回人数確認しとこう。一、二、三。一人おらんくない。これ笑ってる話だけとかじゃないの。てかさ、今のがラストじゃないっていうのがもう俺怖い。ありえへん。で、俺、いい作戦思いついたんですよ。次のミーですか。次のミーです。何すか、何すか。いいですか、次行きたいとこ何。俺、温泉に行きたい。温泉、うん、温泉で地獄のサウナにしよう。
限界サウナとかにしよう。天才やん。あの引きのある言葉にして。天才やんお前。嫌にすんねん。嫌にすんねん。うわこいつえぐい。帰るはまだ早い。まあこの時間やから帰るともいい。例えば俺も妻おるし。確かにな。まあ家帰りたい。うん。ってなった時。突然の帰り道とかに突如襲う帰れコールとかこれほんま、おい俺たちはかなり頭がいいぜ。これありそうやで。どうしようかな。マッサージとかする。マッサージとか全身を揉みしだかれじゃあ僕も枕につけていいですか。まあそうやな、こっちもやってるからな。うん、朝まで走る。ちょ待って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 一応知らない世界なんですけど。うまいこと言わんねえ。さあ行きましょう、見せてください。え、もういいっすか。あ、もう行こう行こう。来てるわ。行くよ。うん、イジー。 あ、自分の息くさ。行きます。マジでやっ、うん、私サトシに振られた。え、サトシに振られた。サトシはもっとおっぱいの大きい子がいいって言って。あんたお姉ちゃん今喋ってるやろ。下りってもう分かりや、そろそろ。まあ、あんたら置いていくから。え、どうしてもどこ行くの。ほんと松ぼっくりいっぱい。男ってバカそんなやつおらんやろ。ハハ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 ハ48%。 あ、 あごめん、そんなもん見に来た方がよかった。